皆さんこんにちは。多趣味多芸ライター明けガラス宮さらさです。この番組では旅とキャンプで文化やサブカルチャーについて熱く語り合う、ありそうでなかったすごく意識高い系だと思う新感覚アウトドア風癒しチャンネルです。今回は定例の秋の東北旅行でございます。カッパや座敷わらしを探しての旅ですが、例によって1年前2021年の映像でございます。同行してくださるのは漫画家の渡名喜隆先生と福岡太郎先生。福岡太郎先生は当チャンネル初登場です。ピュアピュアな作風で知られる福岡先生が薄汚れた半生を歩んできた私などと果たして日常会話を交わしてくれるのか、スタートです。チャンネル登録してね、してね、してね。そこは自己責任でお願いします。あの、映りたければ入っていただいて。なんか、萩原さんの動画を見させてもらって思ったのは、はい、あの、今日ここに来るのが分かってるから、はい、あの、ひょっとして俺も出れるのかなみたいな。どうぞどうぞ。ちょっと、あの、日記漫画に書いてもらえるのかなみたいなのあるじゃないですか。はいはいはい。あんな感じの気持ち分かりますか。はい、だから、どの程度出演されていいのか分からないんで、そこら辺はちょっと、あの、まあ、自己判断でお願いします。でも、その、ドキドキします。こんな感じで撮ってるかなとか。あの、遠野旅行も編集してて、ね、自分も渡名喜先生もあまりにも喋らなくてびっくりしましたね。1日目で話すことが大体終わっちゃうんですよね。で、2日目になると2人とも口数が少なくなって編集しながら、この人たちの関係は大丈夫なんだろうか。喋きってる、喋きってる。喋んないまま遠野に近づいてくみたいな、こうあと19キロですねみたいなことしか会話がないっていう、いつまで経っても喋んないから、この二人がと大丈夫みたいな。確かに見た感じ二人の会話がなんか、ウィキコレックですね、あったんじゃないですか。なるほど、そみたいな。動画見てるとそんな感じですよね。あれだからすごい喋ってるところをすごい細かくつなぎ合わせてあれですからね。あと、あの、ちょっと好きだったところというか思い当たる場所が、これ車の中からずっと通ってるから水曜どうでしょうみたいになっちゃいますね。ああ。うん。まあ明日は見るとこありますからね。って終わっていったの、なんか話つなげないのかな、ここから。僕水曜どうでしょう結構好きだから、なんかここで水曜どうでしょうっぽい会話でも挟むかなと思ったら、そんな終わってくる。スッと終わっていったから。あの、やっぱり目標は水曜どうでしょうですよね。でしょみたいなのが好きで、水曜どうでしょう面白いですよね。面白いですよね。だからさすがに水曜どうでしょうみたいな面白いことは無理だけど、なんか普通の人の普通の会話のなんか YouTuber ってこう面白くしようみたいなのすごいあるじゃないですか。あれがないものでなんかずっと見てられるのみたいなっていう感じで、なんか本当に旅の動画みたいな。そうですね。それでなんかね、見る人が増えればいいなと思って。でも渡名喜先生やっぱカメラうまいんで、やっぱり自分で撮ってやっぱ動かしちゃうんですよね。ちょいちょいこういろんなとこへ。そうや、私がこうカメラ撮ってる時って、ね、だいたいカメラ動かさないようにとか集中してるから、ずんずんやっぱり喋らないんですよね。ああ、だから喋らないってもあるんですか。カメラを持った瞬間から喋らなくなりましたね。うん、確かに言われてみると。だからそんな二人喋らないの。だから2日目で話すことがこうつけちゃうんですよね。尽きるもんなんかなっていうのをちょっと思います。でも割となんかつきますよね、会ってない間のにこう喋りたかったこととか、そういうのは大体1日目喋っちゃうんで、うん、それは確かにつきますね。なんかずっと同じ作業通路にいる、はい、同じディスコードサーバーにいる友達と、はいはい、会話尽きてますね今。あ、そうですね。なんかあったねえよ。ああ、元気寿司に来てます。味噌汁をいただきます。すごい勢いでさっきは来ますな、ピンポン。一缶で260円。じゃあマグロ3缶いきましょうか。動画撮ってても特に喋ることがないとき困りますよね。うまいとかうまいぐらいしか言えないっていう、うまいうまいうまい、無表情でうまいうまい。食レポのなんかあれみたいな。
宝石箱だから。ああ、何食ってもそんなに食レポ的に面白くないじゃないですか、ね、もうゆったりひたすら食って、まあ、見たい人だけ見てください的なこれが郡山の限定メニューのマダイの締めだそう。あれうまいっすよこれ、さすがお店メニューだけあって。安らぎの宿、郡山みほた温泉って読むのかな。おお、温泉湧いてますね。結構ちゃんとしたいい山ですね。スーパー銭湯と普通の温泉旅館が合体してるようなところですね。福島花チーズ簡単です。あ、アイス買ってますね。いいですね。鈴木さん泊まってる部屋を2部屋、ちょっとこれからお風呂をいただきたいところですね。朝です。夜に宿に来ると外の景色どうなってんのかなって見るのが楽しみなんですけど、この温泉は外こんな風になってるみたいですね。結構外寒そうだなって。あ、今朝風呂入ってきたところです。でも道路の交通量が多くてトラックみたいなのが走ると宿が揺れる感じがありましたね、夜に。撮ってる時、津波先生は真剣だからこう口数が減ってたんですよ喋、ねうん、ることがなかったんじゃないんだ。なかったんじゃないですね。でそれにつられて私も無口になってたんですよ、ね、やっぱり日帰り入浴がメインのとこなんでしょうね。うん、そうですね。日帰り入浴、宿泊って書いてある。そしてめちゃめちゃ助手席側が汚い窓が、後で拭かないとな。旅館っていうイメージ本当なかったから、パッと入ったパッと見本当に普通のスーパー銭湯感がすごかったですよね、うんうん、普通の温泉、スーパー銭湯、温泉で宿もやってますよみたいな、はいはい、メインの温泉みたいな。だから客間に宿泊室に行く階段そのものがこう隠れてるみたいな感じ、目立たなかった。確かに、はい、泊まれるスーパー銭湯っていうのはあんまり泊まったことないな。まあでもサウナとか泊まったことあったじゃないですか、うん、初期の頃。結構泊まれるスーパー銭湯の印象が、はい、カプセルホテルとか、はい、サウナの印象がありますね。そうですね。俺もなんか地元で仕事をするとき、あのコロナ前はよく泊まってました。あ、そうですね。芝居にいたときもそういう健康センターとかあったりしたけど、あ、それこそ何でした、行ったじゃないですか、はい、私も一緒に。 あ、 あの時があれかなと思って。ああ、確かに、うん、そんな感じかなって、泊まれるなと思って。はいはい、来ましたね。あの、何でしたっけ、名前が言ってても、ね、よくあるやつ。何の湯だったかな。よく名前聞くやつです。よく名前聞くやつ。名前。キャラクターの、はい、並んでいるキャラクターのパネルがある。ああ。キャラクターパネル。変顔でなんか撮ってましたね。ああいうなんか見たことないけど撮ったと思って写真撮って友達に送ったら、なんとかちゃんやんって言われて。ああ。すまねえって思って。ここに来てるよって送った。面白いんだろうなと思ってるまんまシリーズ重ねていってるから。確かに、あの顔がみんな一緒に見える。あー、なるほど。で、そしてロッツと、あー、だからこう違いますよーって言われるやるパターンが、これは何々、これは何々です。でも、顔が一緒じゃないですか、あれですね、はい、あの漫画家に刺さることですか私、明けガラスミヤサラサは電子書籍の制作も行っております。怪談ミステリー、おとぎ亭七波と禁じられた話、イラストは漫画家イラストレーターの貸先生、詳細は概要欄から。 Amazon の Kindle で明けガラスミヤと検索しても出てきます。電子書籍活動は今後もバリバリしていく予定ですので、何卒ご贔屓によろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。低評価、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。
また見てね。